さんは好きな友達や異性に変な LINE を送ったりしていませんか？今回はスレミンたちによる変な LINE を紹介します。この動画を見て、反面教師にしていただけるといいのかもしれませんね。2022年6月にとあるスレが立ちました。画像、この LINE でなんで女が怒ってるのかわかんない奴はモテないらしい。画像1。すでに付き合ってるから友達じゃないってことやろ。わかんなくてくさ。いじめやん。そりゃ前とあやはできてるからな。左の画像を笑顔にしてないのが悪い。カズかわいそう。前はカズのこと好き。一番に連絡欲しがったが、あやが行くから行くのかってふてくされた。女心マスターやん。これか。なんで行くのの時点で怒っとるやん。カズオに来てほしくないんならグループラインでやんなよブス。兄の個人トークに送れよ。グループラインで約束すんなや。一緒にリンゴを買いに行ってほしかったから。なんで行くの？友達じゃない。これや、お前天才やろ。え、大学行っとるやろ。やっとわかったわ。大卒はすごいな。こっちか。交通手段を聞いてたってことなんやろうけど。誤解されるような書き方する方も悪いやろ。日本語おかしいよな。何で行くのだったらまだわかるわ。交通手段を聞いたのにカズがアスペ回答したから。普通笑い話になるよね。電車飛ばすって言えばいいんか。アスペにはわからん方言や。俺も混ぜてよ。これでわかったと言えるやついるの？何で行くの？にしても表情ムスッとしてるのは何なんや。イラストでミスリード狙ってるだけやろ。カズはかっこ移動手段は何で行くの？もうかっこ気にしてないからいいよ。カズは友達じゃない、かっこ友達でしょう。こういうことか。はい、やっとわかったわ。画像の顔的に違うと思う。それは文面では相手の表情がわからないことの表現やぞ。前とかいう時代、こんな調子じゃ遅かれ早かれこじれる。もういいよ、カッコもう怒ってないよ。カズは友達じゃない、カッコカズは友達だよ。ってことか？ツンデレってことか？何がいけないかわかるか？画像に。中田が話そらそうとしてるの好き。ケイ払わずケンタを呼び捨てにした。ケンタもおっちゃんやんけ。翔さんの良いやつ感好き。中田ほんと好き。中田、頼む、流れ変わってくれー。なお。何が悪いかわかるかな？画像さん。正直で好感持てるは付き合いたい。顔やろな。顔。ひどすぎる。そこで謝るなよ。正直で判断力あっていい子やん。既読つくんやな。めっちゃ優しいなこの子。普通ブロックするやろ。きっぱり断ってくれていいな。しゃあない。この LINE で男が怒ってる理由がわかるやつはモテないらしい。画像4から7。なんて態度だ。ここで話は一致の発った。最初の LINE での会話に戻ります。女は怒ってないよ。男が勝手に女が怒ってるって思い込んでるだけ。友達じゃないわ。さすがに売ってる段階でこれ誤解招くなって気づけよ。文脈ってこれまでの関係性からも取れるから、一部分切り取って見せられても意味わからんよな。この場合グループも作られてることから仲はいいはず。よって男がアホなだけ。もういいよがなぞ。一回目の誤解をケアすることなく、もういいよはねえよ。グループ LINE で誘われたらさすがにセーフやろ。グループ LINE でしてんだから。もういいよ。かっこ私たち友達じゃないやろ。友達じゃないですか、の意味やろ。そもそもなんで3人で LINE してんだよ。ちょっとガチでわからんかったわ。といったところでこのスレは終了。誤解を招く言い方は勘弁してほしいものです。次に2021年6月に建てられたこちらのスレを紹介します。お前らこういう LINE 送ってないか？必要以上に女に優しくするとキモいぞ。画像8から10。ちなさっきどっかのスレで拾ったやつ。そもそも送る女がいないんだが。最初の短めにすると完全には嫌。2番目はもっとノリ軽くすればいけそう。クソリプおじさん怖いんよ。一方的よな。既読スルーされたら次行くわ。思春期の中学生か油切ったおっさんのどっちかだな。中学生はこんなキモい文章送らんやろ。もっと短文で適当や。会話になってないわな。でも女に優しくしなきゃっていう童貞はこうなるかもしれん。なんか作られた感半端ないわ。違うわ、もっと性欲を隠そうとしてるけど漏れとる文章が好きやねん。これってどういう関係性なん？おっさんがしつこく若い女に頼み込んで LINE 交換してもらった後。こういうのがいい。画像11から13。2枚目好き。島次郎好き。島次郎定期。島次郎のやつ返信早いから優しい。もうどうせ返事来ないなら最後にダメ元で頑張ってみようみたいな感じやろ。女に舐められたら終わりやね。てか返信来るの待てよ。来なかったしねって送ってブロックしろよ。1枚目やべえな。ブロックされるやろ。でもお前ら女だったらこういう LINE もらってときめかないのか？キモいおっさんからこんな LINE 来ても恐怖でしかないだろ。キモく思われたらどうしようとか楽しくないやろ。自分を解放していけ。返信はしないけどキモくグイグイ来られても気にならん女も一定数おるから気長に探せ。キモいけど陽キャやろ。地位のものはこんながっつけない？独り言やん。 LINE の追撃文ってほんまあかんとわかるな。内容もあれやが連続のキモさが際立つ。怖い。すべてキモい。相手から来るくらいの男になろう。どうしたらこんなキモいことになってしまうん？どれもこれもキモいな。これ下心で優しいのカテゴリーではないやろ。お前らが選ぶとしても優しさだけの B は選ばないはずや。画像14。神ちゃんの間違い定期。A と B が最高。興味ないし、否定するけど一緒にいたいと思ってくれてる偶然。こんなん A 一択やろ。Y 童貞、どの反応でも好き。AB の反応は、でも俺のことが好きって前提ある時点でマイナスにならんのよ。彼女ならどれでもええやろ。
こういうタイプは消する童貞さんさ。ハマらない相手とやりとりするの辛くない？ここまで食い下がれるのはむしろかっこよく見えるわ。ワイはすぐ引いちゃう。女になったら油断や隙見せたらこんなのがわんさか来るんやろ？しんどすぎるやろ。実際、こういう相手の都合を考えずにガツガツ行くやつの方がやれてたりするからな。9割は相手にされんけど1割はいける。よって記憶なくしておきたら知り合いにクソみたいな LINE しまくってた時の絶望感。それがあるから記憶なくした次の日はスマホ見たくないわ。人間関係壊れる。1日3往復ぐらいでええわ。あんま送ってくる女うざい？ガチでメンタル強すぎやろ、この男たち。ええなぁ、恋愛したいなぁ。なんで結婚なんてしてしまったんや。できるぞ。必要以上に優しいというか、下心丸出しかメンヘラでキモいだけなんだよな。仕事とプライベートの区別ついてないやつマジキモ。そもそも返事返ってこないのに何度も追撃するメンタリティが理解できない。片思いって辛いよな。頑張れば頑張るほど、女は離れていく。連続で一方的に送ってる時点で泣くないよ。正直に言うてみ、ニキラも1、2回はキモい立ち回りしてしまった女おるやろ。ワイは中学の頃にやってもうた。でもそのおかげで早めに気づけたし後悔はしとらんで。ワイも中学やで。当時は悔しかったけど、今思えば中学で経験しといてよかったのかもしれんな。1、2回じゃすまんわ。ワイは昔から返信来なかったり未読無視されたら自分に興味がないってわかるし何もしないで引くわ。連絡不詳でも顔が良ければ全然モテるんだよな。実際会ってコミュニケーション取れなければ意味ないからな。こうやって見ると俺ってまともな男だなと相対的に評価が上がるわけだな。友達多いことのに行くとずっと LINE 来てるしそら全部見返してる暇なんてないわなって思う。中学の頃やらかしたせいで中学までの友達の連絡先全部切ったけどな。思い出すだけで胸がキューッと締め付けられて叫んじゃうし。画像15、16。どういうことこれ？いきなり老変して。二重人格やろこれ。ワイもかなり追撃までしたことあったけど、逆に違うやつにやられまくって、あの時はすまんかったって思ったわ。ワイは風俗嬢と LINE 交換したけど何も送ってないし送られてこないわ。これどうすんの？画像17。鬼滅って一歩ばつれると思ってるおっさんほんと草生える。普段から何じいみたいな話し方するやつおるんやな。地方によっちゃ普通や。そもそも優しいのかこれ。こんな頻度で LINE せんといかんのかワイはもう無理や。失敗するけどこれで乗ってくる女もおるんや。ブサイクはチャレンジやるのにや。そうなんだよな。同じことやっても好意的に受け入れてくれる天使みたいな子も稀にいいんだよな。彼女持ちジェイミンは LINE の頻度どれくらいや。ワイは用ないなら1日2通。ほぼないな。電話や。同じや、週1で電話くらい。ワイはいろいろあって、やれればいい精神、やるためなら何でもする精神になったんや。みんなワイみたいになるなよ。画像18から21。くさ、やばいやつ特有の当店。やばい苦当店って実中ハック外事系だよな。でもワイはイケメンだから許されてるで。LINE とかご飯の前後の連絡だけや。なんでこれがダメなんや、女がわからん。もう終わりだよこの国。人間なんて面倒なだけな生き物やろ。ワイは LINE とかメールでは結構印象いいみたいでやり取りするようになったら会える確率割と高いで。まあリアルでは大したことなくてあったが最後その 500% 音信不通になるんやが。くさ、その手のアプリやってるトップモールが20人あって2回目あったの5人くらいらしい。女の選別厳しすぎるんよ。その手のアプリの女って男に夢にすぎてね。その20人中5人の男は、リアルやとちょっと挙動不審で変わった人やけど普通に顔はええからまあまあモテるで。ちょっと冷たさを感じさせるような返信の方がええよな。今自分の LINE 見返してみたら、女には露骨に文面変えてて自分でも引いた。男女同じくらいのノリで話した方がええで。下心が気づかぬうちに溢れ出ちゃうんやろな。いかに自分の下心を隠して下心を相手に出させるのがミソやけどこりゃ難しいわな。楽しそうやな。やらなくていいから彼女欲しいわ。妥協して変なのと結婚しなければよかった。ワイは風俗嬢に出勤してるかどうか聞いてるわ。多分嫌われてる。ワイもなんかおもろいやりとりないか探したけど海外の人と LINE ばっかりで全然なんじゃい的には面白くないわ。でもお前らのおかげで女の警戒心高くなって、謎の初回切りが増えるからやめてくれ。マッチングアプリでランチタイムだけってコールんやけどやりもく警戒してるだけか？それともエッチ苦手なんかな。明日で会うけど。普通に警戒やろ。そういうことはランチにとどめておけ。アプリ2回くらいやったけど男女で無意識に文面変わるキモいとこ直した方が明らかに食いつき良くなったわ。付き合う前の関係でここまでキモいのは送らんけど、付き合ってからは嫉妬とかで束縛的なキモさ出してしまうわ。マジで一発抜いたらこういうラインしなくなるぞ。なんかの気並み偉そうに見えるな。頼りがいあるのを演出したいんだろうけど。下手に出た方がいいのは明白やのにな。とにかく相手を立てる。ワイ童貞、こういったラインすらなくてなく。といったところでこのスレは終了。皆さんはこういったキモキモ LINE を送らないように気をつけましょう。1984年からイギリスで放送が始まり今や世界的に有名な幼児向けテレビ番組である機関車トーマス。今回はそんなトーマスのガチ勢にいろいろなことを質問してみるスレを紹介します。2018年11月にこんなスレが立ちました。機関車トーマスガチ勢だけど質問ある？生まれてこの方トーマスガチ勢や。
リッチが何歳であるのかは不明ですが、すれ立てするくらいですし、相当トーマスに関する自信があるようです。早速スレミンは質問をぶつけていきます。新キャラについてどう思う？新キャラは増えてくれると嬉しいんやけど、いかんせん忘れ去られるキャラも増えるのは難題やな。ネビルなんて覚えとるやつとか一体どれだけおるねん。ディーゼル機関車のような見た目が特徴的な黒いテンダー機関車のネビル。親切で気真面目な性格で嫌なことをはっきり断れないタイプなのだそうです。ちなみにセリフありの登場はテレビではたったの2回だけのようです。パーシーが水没した時にヘリがティッシュみたいなの落としてたやん。あれなん。機関車トーマスの中でもかなり有名な緑の車体のパーシー。ちなみにいたずらが大好きでおっちょこちょいな性格なのだそうです。第3シーズン54話の、パーシーと洪水やな。パーシーに落とされたのはココアの入った箱や。乗務員と乗客の体が冷えるからハロルドから届けられたんや。はい、3月。あのシーンプラレールで再現してたわ。なんか発電機になったやついなかった？スマージャヤで。事故を頻繁に起こすし反省はしないし性格悪いしで、発電機にした方が有用ってことで発電機に転身したんやで。ちなみに正式名称はスマジャー。荒っぽい走りをしてしょっちゅう脱線するとんでもない機関車なのだそうです。正直人形劇じゃないのは見るみたいなんやろ？いや別に。無理に人形劇にこだわってシリーズ途絶えるのもそれはそれで嫌やし、とか思ってたけど最新シーズンで制作体制変わったせいで、機関車たちがカーズの車メーター動きし始めてキレ散らかしたわ。実際に走ってるトーマス列車乗った？西日本だから大井川鉄道に行くのが難しくてまだ乗れてないわ。ガチ勢なら乗っときたいが、ちびっ子たちに席譲った方がシリーズのためではとも思う。まともな感性の人もおるんやね。今年も去年も家山のあたりで撮り鉄がやらかしたから、そういうまともな人に来てほしいやろな。客車ばかり運ぶやつと貨車ばかり運ぶやつの違い。トーマスたち的には客車を引くのには慣れが必要らしくてやな。幾度ヘンリーがしばらく旅客列車引いてなかったから感覚忘れてて乗客から乗り心地悪すぎるんごってクレームが来た。緑色の車体のヘンリー。綺麗好きで自然を愛するテンダー機関車です。臆病で用心深く常識的な性格をしています。機関車じゃいかんのか？原作絵本、汽車の絵本の2巻は、機関車トーマスってタイトルなんやけど、テレビシリーズのことを指すなら、機関車トーマスという方が適切。だからトーマスガチ勢のスレで時々、機関車トーマス表記になってるのを見るとお前ほんまにガチ勢か？ってなる。フライングキッパーの被害者と自己詳細教えて。フライングキッパーとは海産物を運搬する専用貨物列車のことだそうです。ちなみにヘンリーが主に牽引しています。第1シーズン19話、フライング、キッパー。道中のポイントが凍結のため動作不良を起こしフライングキッパーが側線に侵入、側線でフライングキッパーの通過待ちをしていた貨物列車に追突。第4シーズン84話、魚に覇気をつけろ。丘を越える際に列車最後尾の尾灯がもげ、古びた貨車だったことが原因。補機、当番時などに後ろから押す機関車、押していたダックが視界不良で追突。第5シーズン119話、緑のクジラ。信号士などの人員同士の連絡がうまくいかず、地盤が不安定になっている沿岸部の路線にフライングキッパーが侵入。危険を知らせる赤いランプも設置していたがヘンリー側が気づけず、地盤が崩落し海に転落。第17シーズン400話、魚なんて怖くない。牽引機のジェームスが魚の匂いを嫌がり道中で牽引機交代、遅延発生。ブレンダム港にて魚の積み込み作業中に不備が発生、ジェームスが魚をぶちまけてしまう。こちらは定刻通り運行された。第16シーズン381話、ウィフの願い。通過列車としてのみ登場、話には関わりなし。第17シーズン395話、お騒がせなケイトリン。通常通り運行がなされたものの、牽引して今ケイトリンが走行時に騒がしくしていたので沿線住民から騒音被害を訴えられる。長編第9作、勇者と粗道等の怪物。第18シーズン434話、ゲーターとトード。434話が長編内の出来事を補完する内容。夜間にジェームスが牽引していたが、ゲーターを怪物と思い込み。当時ゲーターは新入りで、車体形状が得意である上に彼のライトが故障していた。怖くなって走り出した結果赤信号を見落としポイントで脱線。一般ピーポーには何のこっちゃわかりませんね。さらにスレミンたちは質問を投げかけます。機関車に顔があって喋れることに対して、公式な設定とかって存在するの？例えば、眠っていた機関車に妖精が来て的な。ないよ。そもそも原作者が実際に機関車を見てて脳内で擬人化してたガチ勢だから、機関車は生きてて当然みたいなところはある。昼にレスしたものだけど、機関車は生きてて当然は草生える。まだ作者はご存命なのか？とっくの昔に亡くなったで。だけど本人役のキャラはいるで。ドッグハムハット教とかいうおじさんが本人なのか？ちゃうで。こんな感じで神父さんや。近くにこぎない戸田恵子に戻して。戸田恵子さんは1990年から2007年まで日本語吹き替え版のトーマス役を担当していた声優さんです。声優さんを恨んじゃいかんで、富士の時の声優さんたちは大御所が多すぎて平均年齢がね。ゴードン役の宇都美さん亡くなられてるし。トーマスのプラレールってまだ売ってる？ラインナップを変えつつまだまだ売っとるで。
なんでいつも幸運なことに怪我人が出ないの？怪我をしたっているの？喋る乗り物の作品にリアルな事故描写期待するやつは少ないやろ。建前、人形とか人間の 3D モデルに怪我させるのが難しいからかも、本音。あと怪我人なら第5シーズンの、ゴードンの窓なんかで出てるで。機関車は自分の意思で走っとるんか？建前上は機関士たちが動かさないと無理ということになっとるが、脚本の都合で曖昧にされがち。むしろ今の感じになってからのが事故えぐくね。模型は事故ると模型が壊れるが、CG は別途壊れたモデル作れば派手に事故らせられるからな。貨車ですら嫌がってた船のやつおったけど何したねあいつ。バルストロード君は煽り耐性霊のくせにその辺におった貨車に喧嘩吹っかけた。貨車も貨車で同レベルの連中だったのではなった。バルストロードは荷物の積み下ろしを担当するひねくれ者の端系、です。基本的に貨車たちと仲が悪く喧嘩ばかりしているそうです。そんな性格なのでトラブルを起こすこともしばしば。築地語りしていいか？ええんやで。富士急で働いてた時、予想以上に大人単体でトーマスランドに訪れる人多くてビビったわ。三つ峠とか東桂駅でトーマス列車をめっちゃ撮影する人とかもたくさんおったわな。自分で自分に、ええんやでっていうの草生えるけどすこ。トーマスの変形ロボすこ。のおバカさんって歌いながらバカにされてたディーゼル車のやついたけど、あいつ何やらかしてフェードアウトしたんやっけ。で、その後どうなったんやっけ。ディーゼルが古ぼけた貨車を無理やり動かそうとして壊した。しかも操車場の入れ替えの仕事に何ら関係ないやつだった、連絡ミスが原因、ので煽られた。あとおバカさんという歌詞が出るのはオリバーを煽る時のやで、メロディー一緒だから混同しがちだけど。スクラップ処理などを担当するディーゼル。蒸気機関車たちからめちゃめちゃ恐れられているほど意地悪で極悪非道なキャラなのだそうです。なんてやつだ。はい、そうやったんか。おバカさんのメロディーで別のやつ煽ってるバージョンあったのはちょっと驚いたわ。白以外に日本の機関車入れろ。白国入れろ。デゴイチなんかは植民地用に標準機バージョンがあったらしいんやけど白国は戦後開発やからな。全然、戦時中の縛りなんかね。世界的な線路の幅、標識機、に比べて日本の在来線は少し幅が狭いんや。あとはわかるな。地な新幹線は標準機。床屋に突っ込んだダックはなんでクリーム塗りたくられたんや。たまたま客にヒゲ剃りしてる時で、ダックに対して切れたから。トーマスたち同様客車を牽引するダック。本名はモンタグーですがアヒルのようによちよち歩くのでみんなからダックと呼ばれてからかわれているそうです。さっきから緑色の車体の機関車ばかり紹介している気がしますが気のせいでしょうか。ガチすぎて煽れずすれ閉じ物多数いる模様。このぐらいで撤退とか。ソドウ島の機関車を見習え。ひえ。鉱山鉄道の小型機関車好きなんやけど出番なくて悲しい。人形劇の頃の知った顔が CG 版でリストラされとらんか。最近また出てくるようになったぜ。ショベルみたいなの乗っけとるやつなんて言うんや。多分ディーゼル店のことやろうけど、念のためにネットとマリオンくらいは名前出しとくわ。ちなみに画像の左側がネットで右側がマリオンです。しまじろうガチ勢のような闇。物心ついた時点でトーマス見てたわ。なおその後順調にカーズやカンコレにもハマった模様。すると野生のトーマスオタクがスレに乱入。機関車トーマスのティア表を貼り出します。S プラス、ボルダーセレブリティ。S、ディーゼル261マイティマック。S マイナス、ディーゼル10マードックエドワード。A プラス、ゴードン・スペンサー・トーマス。A、ジェレミー・ディーゼル。A マイナス、ドナルド・ダグラス・ヘンリー・ハリー・バート・レディ。B、ハロルド・ジェームズ・メイビス・オリバー・トード。C、サー・ハンデル・ピーター・サム・ボコ・パーシー・エミリー・ダック。D、ファーガス・アーサー・トレバー・ジューク・スタンリー・ステップニー。E、トビー・スカーロイ・ビル・ベン・デイジー・テレンス。F、ソルティ・タイガー・モス・ラスティ・スマージャ・ハービー・ローリー123バルジー。G、ジョージ・エリザベス・ヘッター・スクラフィー・キャロライン。H、オールド・スロー・コーチ・ドッジ・スプラッター・アミー・クララベル・ヘンリエッタ。Z、バルストロード・クランキー・ソドー・メールバン。それ昨日見たけどクランキーが Z はないわ。せめて F くらいやろ。クランキーは過労なのと煽り耐性が低いだけでさ。一番名前に癖のあるのは誰なんや？ダックの本名のモンタグーとかどうよ。ちなみに機関車同士の関係って何なんや？家族や兄弟なのか単なる同僚なのか。ゴードンには兄貴がいるが基本的には仲間てか友達というか同僚やろ。どうやら同時期に製造された同型の車両は双子らしく、時期がずれると兄弟ならしい。あと同じ工場生まれとか地域生まれだと親近感湧くらしい。同じ中学だったり都会で知り合った人と地元かぶってたりした時の親近感と同じようなものでしょうか。放送初期の頃の VHS が家にあったから昔見てたわ。知らない間に CG になっててびっくりですよ。半券元の HIT 社が予算を気にして CG に変えたんや。なお結局マテル社に半券渡した模様。まあ模型のやつは模型作ったり整備したりジオラマ作ったりで手間もかかるししゃあない。老後はソドウ島でスローライフ送りたいんごねー。トーマスの性格や声も変わったのが一番ビビった。今 Amazon プライムで見れるよな。見返したけど模型の頃のやつは戦いあって好きや。トーマスの映画で一番好きな作品は？ブルーマウンテンの謎かな。ところどころあらはあるけど挿入歌とかビクターの過去掘り下げとかがポイント高い。ワイも昔大好きやった。最近の CG はあんまり好きやないけど。ボコとかまだ生きしとんのか。ボコくんは生きしてないよ。
知名度もガルパンのクマさんの方に取られとる。貨車の牽引や入れ替えを担当しているボコくん、地味な仕事や汚れ仕事を引き受け人助けと他人の失敗のフォローまでこなす有能機関車です。やっぱり消されとるか。久しぶりに見たら両側に変わるやつおったり知らんのばかりで困惑したわ。マイティマックくんのことやろうけど、あいつも息してないよ。背中合わせに顔面が張り付いているマイティとマック、それぞれに人格があり、お互い協力するときもあれば意見が合わず引っ張り合うときもあるようです。増えすぎやろ。現時点で何種類おるのかな。ガチ勢はゴードンとかパーシーとか顔だけで見分けられるのか。実はレギュラーメンバーなんかの一部キャラは顔面が共通規格でな、同じ表情パーツを別の機関車に使い回してたりしてたんや。だから無理な時もある。はい。全身とかなら番号隠してもいけるか。それならいけると、言いたいところだが、ハリーとバードはマジで勘弁な。あいつら声以外区別できる材料ないからな。この画像の手前がハリーで奥がバードです。初期面好きな順番並べて。初期メンバーってことで第1シーズンからオルトビーまでデイクで好きなやつが上な。ゴードン、エドワード、ジェームス、トビー、ヘンリー、パーシー、トーマス。ワイはゴードン、ヘンリー、ジェームスが好きやった。ゴードンとかいうエリート勝つ人間臭いやつ。それなら第8シーズン、キーキー、ガタガタ、コンコンをおすすめするで。トビーとダックがスコやで、シルエットがたまらん。ダックもおったな。出てないやつは廃車になったと思うと悲しい。フェードアウト組は時折画面の後ろの方で貨車引いてたりするで、あとは別の鉄道に移籍したとか。第10シーズンでしばらくぶりの登場を果たしたさ、ハンデルに対し、しばらく採石場で働いてたで済ませるくらいやし。3月移籍なんてあるんやな。種類が増えてるからなら仕方ないけど、自分の知ってる世代が消えてるのは悲しいな。ただその可能性があるってだけで、実際はわからん。ハット卿のことやシスクラップはなさそうやけども。ナレーションは森本レオじゃないと。ジョン、カビラさんはタイトルを言うときの、機関車の部分の発音がちょっとね。まあ沖縄の人らしいししゃあないか。あの人嫌いやないけど、なんかレオの方が染みついてる。ガチ勢なら今はわかるよな。知っとるわ。原作のみに登場する急行列車の牽引機。ただ登場する感が日本で発売されなかったのもあって知名度が極端に低いやつ。テレビ版の本土関連急行列車枠はケイトリンとコナーに取られたしな。ほうやっぱ絵本も買ってるんかな。ワイはアニメ絵本の方はコンプリートしたわ。その口だと木製レールとかはどうや。木製レールくんはなんで原作のみ組な上知名度も低そうな相棒、ヒューくんをラインナップに入れてたのか理解できん。謎の存在セレブリティ、顔ないの衝撃やったわ。世界一速い機関車やな。原作だと顔なしの人格ありは結構おるで。ガチのガチ勢で草。ワイが小さい頃は青色の2番のやつが一番お気に入りやったわ。当時おもちゃ屋でおっさんの顔の客室をどうしても連結させたくてマッマにダダこねてたな。買ってくれんかったけど。エドワードやろ。パッと見車体の色も相まってほぼトーマスですが、純粋で聡明。面倒見が良く仲間からの信頼の厚い子さんキャラです。テレビ版でもアニーとクララベルは途中から顔の印象変わったしな。おっさん臭さが抜けておばさん臭さが増したというか、いやあいつらおばさんだけど。そういえば日本でもそろそろエドワードとヘンリーのスタメン落ちの時期が来るで、みんなもキレ散らかそう。ま、長い間離れてただけでこんなことに。一気は富士急ハイランドのトーマスのとこ行ったことある？中国地方民なんでまだやで。そういや富士急ハイランドのカンコレコラボで提督たちがトーマスランドに流れ着いたりとか、ガルパン劇場版で、トータスランド、トータスはイギリスの大型戦闘車両、が出てきたりしてたな。しばらく見なくなったら CG になってキャスト変わってキャラが増えたり減ったりしてて寂しい。CG は結構前やで、キャストに関してはしょうがないとしか言えん。亡くなった声優もおるからな。うつみさんのゴードンも好きやった。うつみさんが亡くなられたと聞いた時真っ先にゴードン思い浮かべてたわ。あと歴代ハット卿の声優さんたちも。ね。ガルパン劇場版でトータスランドが出てくるわ。入り口ほぼ再現だわ。実際にトーマスランドにある池垣迷路で戦闘始めた時は草生えた。客車を忘れた？トーマスくーん。5は、トーマスの失敗やな。ちなみにあの時ジェイムスの声がするけど、ジェイムスの正式な初登場回にあたる、ジェイムスの脱線は7話なのよな。そんな裏話あるんやな。煽り声だけが先行出演とか前代未聞やん。トーマスの車両で一番レアなキャラクターはどいつ？いろいろ考えたけど、ネルソンとかどう？スピンオフシリーズにだけ出演するトレーラーのキャラで、脱線したトーマスを修理工場まで連れて行ったこともある。ただスピンオフシリーズは日本で発売されてないんでな。いつかモデルの実写見たいんごねえ。ドイツのモデルか知らんが、トーマスのモデルは絶滅しとるで。スクラップモンスターかっこいい。上のは知ってるが下のは知らんのや、許してくれメンス。飛車に入り込んだ魚でフィッシュ&チップス作る会ってどれやっけ。第1シーズン12話、トーマスと魚釣り屋で、給水設備が故障してたから側から止水したのが原因でな。はい、だいぶ最初方の話なんやね。3月。奴らの生態の設定って存在するんか？これ読んどけ。という冗談は置いておいて、くしゃみやいびきはすることはわかってる。あと水のタンクが詰まると腹痛のような感じがしたり、寝不足なんかの描写もあったな。
貯水タンクに魚が入って、爆発する、って大騒ぎしたこともあったな。爆発しちゃうよ、爆発しちゃうよ。でも蒸気機関車ってマジで爆発したりするから、トーマスの言ってることは間違いではないんよね。緑色の新人が家に突っ込んで泡だらけになる話って何あったかな。緑色の新人の名前も教えてくれメンス。第2シーズン、床屋に行ったダックやな。ダックくんが床屋に突っ込んでヒゲ剃りしてた店主が切れてヒゲ剃りクリーム塗られた。すげえなんやこいつ。懐かしいわ、3月。昔、実写の人間が出てたトーマスを見た覚えがあるんやが、何やったっけ。頭にアームがついた列車が出てた。長編、魔法の線路や、アームのやつはディーゼル天くんやな。それや、3月、なんかそのディーゼルと人間が異様に印象に残ってるんよね。映画に出てくる赤い女っぽい機関車の名前教えて。レディーのことか。なんか指摘ばっかして嫌われてる客車みたいなおっさんの名前が思い出せない。レギュラーじゃなくてゲストだったような。ディーゼル261くんかな。劇中では7しだけど、皮肉や嫌味を言いまくってたにゃ。多分こいつやないな。もっと渋めのおっさん、会社の部長みたいなやつやったな。コンプラ絶対みたいな感じやった気がする。マジうろ覚えで曖昧な記憶ですまんな。もっと適切なのおったわ。2階建てバスのバルジーや。野菜屋になった後ってどうなったんや。それ以降知らんわ。最近また赤色になって元の業務に戻ってた。はい、3月。バスではなかったな、列車やった。最後はどこかに移動になってさよならやったな。これは他の話とごっちゃになってるかもしれんが、トーマスが採掘場かなんかから許容量以上の荷物運び出して事故ってた。わかった、ファーガスくんやろ。許容量が云々はビルトベンがやらかした。詳しくは第7シーズン159話、ビルトベンとファーガスを。こいつでもない気がする。すまんな、ワイの記憶があやふやなせいで手間かけさせてもうて、ワイの方でなんとか探してみるわ。お前の顔トーマスみてぇだな。って最高の悪口でね。なんか優秀な機関車がいて、そいつのことが気に食わないから、トーマスとパーシーで自分たちのミスをそいつにすりつけた、みたいな話なかったっけ。アーサーくんやな。第7シーズン162話、アーサーの記録で初登場するも、その優秀さからトーマスとパーシーに嫉妬されて、貨車の扱い方について嘘の情報を教えられたにゃ。機関車アーサーにタイトル変えたらいいんじゃないですかね。うぬぼれディーゼルが貨車に組みつき、いいところ見せようと這いずり回る。だけど間違った貨車を引いて力みすぎて壊しちゃった。ミス起こしすぎて走るの禁止されたやついなかったっけ。スマージャ君やない。子供の頃ブッチが怖かったんよな。なぜか変わるのに喋らねえし、公式サイトとか本でも説明が曖昧で怯えながらブッチのおもちゃで遊んでたわ。最近再登場して喋るようになったよ。ま、確認してみよう。そういや、一気はポンキッキのピーちゃんがイギリスに遊びに行くやつ知ってる？なんかジェームズとディーゼルに会うやつ。これやな。それやディーゼルが変に優しいんよな。さすがにはるばる日本から来たお客様を邪険に扱うわけにいかんやろ。そもそもディーゼルはハット卿には媚びを売ったりしてるし。トーマスのビデオは冒頭でガチャピンムックが出てきて、本めくるとコスコやった。ガチャピン、ムック、機関車トーマスが始まるよ。周りにトーマス語れるやつなんかいないから興奮してまうわ。すまんな。ええんやで、なんじゃいトーマスガチ勢が手ぬるいと思って立てたスレだけど、面白いことなっとるしな。ボルダーってなんなんやろな。字があるみたいやけど、画像なな。ラスティが勝手に自我を持ってる説もあるけど、ボルダーのいた場所についてハット卿が、あそこを採石場にするのはやっぱりやめとくべきだったと言ってるし、何か伝説的な存在なのかも。昔からおるみたいやしな。まあそんなもんやろな。今思い出して調べ直したら、ボルダーのいたところはウルフステッド線が近いようだ。となると、ソドー島の古城であるウルフステッド城が近いし、やっぱり伝説があるのかね。失われた王冠のやつのところか。あそこゴッドレッド王の城だったな。ゴッドレッド王はバイキングからソドー島を守ったという伝説があるから、その頃にボルダーも何か関わっとるかも。深いもねえ。ボルダーもあそこを守ろうとしてあの行動を取ったのかな。本当にガチ勢で草。いかがでしたか？皆さんのお気に入りのキャラがいればぜひコメント欄で教えてください。